えー「現代社会経済教育論と」と、まあ、ちょっと長い <laughs> くくりなんですが、まあ、なかなかこの社会と経済と教育っいうのはかなり密接につながってるもんですから、まあ、一つにまとめて、えー、私の頭をまとあの少し整理してみたいとこう思いまして、まあ、第1回は「30年ごと」ということでですね <laughs> 日本社会っていうのは 30, 30年ごとにかなり大きく変化します。 1930年には、えー、ワシントン会議軍縮会議とかそういうのがあってですね、まあ、世界は軍事一色でありました、えー、日本ではこれはですね軍国主義の時代とかあるいはこれから戦争になるわけですが戦争犯罪というのはですね、えー、アメリカ軍と朝日新聞、まあ、NHK なんかがですね戦後ルフした非常に強い えー、私に要するに間違ったイメージで定着しておりますがこの時代はですね日本にとって言えば王職、えー、人種で、えー、まあ有色人種うといいますか夕の人種で最後まで、えーうん、この独立を保った日本をですね最後に ABCD 同盟アメリカイギリス中国オランダという。 えー、白人の国3か国と白人側にこれも有色人種で唯一、うん、裏切った寝返った中国とが日本を包囲しまして、えーまあ、最後のまあヨーロッパにはナチスの問題もありですねまあ,あの人類ほぼ最後であってほしいんですがそういう力の勝負をすると。 まあそういう時代でありました。えー、それからまあ二十年ほど経って戦争が全部ケりがつきまして、まあ朝鮮戦争なんかも終わりましてですね、えー。1960年に入ると高度成長時代、世界的な高度成長時代に入ります。ヨーロッパはいち早くアメリカのマーシャルプランなんかも使ってですね。それで進歩をし始めますし、日本もちょっと遅れて朝鮮戦争景気も 手伝ってです、ね、どんどん行きまして1970年の初頭に起こった石油ショックを乗り越えてですねさらに年まで発展しますこの時代の日本人および世界の人たち先進国のね、えー、狙,狙いというか希望はですねテレビ冷蔵庫洗濯機が最初には三種の神器と言われ <laughs> えー、建物あの住むところでは 2DK 婦人、まあ、あの国家が公団が作った公団住宅に住むのが夢であり、まあ、最初はボロい車に乗る、まあ、少しずつ車もあの上等になりかつクーラーなんかも入ってですね、まあ、1990年には1956年比で、えー、給料は8.8倍になりました平均の日本人の所得は約500万円になって。 欧米に肩を並べるわけでありますでこの1990年に欧米に肩を並べた頃ですね世界も大きな変動がありまして、えー、ホメイニ氏が行ったイラン革命それから天安門事件ベルリンの壁の崩壊とこう続きまして、まあ、後にソビエト連邦の崩壊にまで至る非常に激動の時代を経るわけですね。日本ではまた違った流れになるんですがそれは 非常に貧乏だった月2万とか3万で生活してた人たちが月20万30万で生活するようになったわけなので様変わりするんですね。そうしますと2つの反応が出ます世界での反応とそれから日本での反応が大きく差が出ましてね、えー、日本では大量生産大量消費を深く反省した、えー、環境の時代というものに突入するわけです。 えー、樽を知るとかですね節約とかですね、まあ、リサイクルというまあ私に言わせれば間違った国家目標というのが立てられるまあ沈黙の30年、えー、国民一人当たりの所得はほぼ500万円から460万円から450万円に減ると、まあ、消費税がその間ほぼ、うん、今度上がれば10%ですからさらにそれから過剰分所得という点では10%減りますからね。うん ですからまあ500万が400万になったと簡単に言えばそういう人生をこの30年皆さんは送ってきたわけでありますで2020年にいよいよ突入しますがすでにその時代の変化という兆候は世界的にも現れておりましてアメリカのトランプ大統領の出現エスタブリッシュメントといわれるいわゆる知識人もしくは特権階級のまあが批判を浴びると 特権階級の一部を成していたメディアもまた同じように苦境にさらされようとしているそれから中国の台頭と米中紛争の問題ロシアインドといったものの台頭さらに中東とかヨーロッパの地盤沈下というようなことが今どん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 起こっておりましてちょうど1990年の激動期がまた訪れようとしております。 2020年からどういう時代が来るかというのは、私たちにとって大きな今後の関心事の一つになるわけですが、日本では非常に大きな特徴があるんですね。それはですね、親父を非難するということなんですよ。またそれも極端に非難するんですよ。で、この軽薄な人たち、親父は悪いことした、親父は悪いことしたというふうに言って、喜ぶっていうか、まあ、自分の存在価値を示したいというのの典型が朝日新聞なんですね。NHK もややそうですが。 つまり1960年の平和で大量生産の時代に入りますと、朝日新聞は前の戦争をこっぴどく叩きます。実は朝日新聞自身が戦争の前には軍事を煽り、例えば大東亜戦争に入るときには大東亜戦争に反対する、アメリカと戦争に反対するっていう人たちは、この朝日が撲滅してみせるなんて言ったような 軍1960年には平和を標榜する平和を標榜して軍事を批判するトップの新聞になるわけですねま変わり身の早さというか日本人というか日本人全体が親父を非難するわけです。なんていうことだと日本は軍,軍国主義だったんだ戦争責任をどうしてくれるんだこういうふうに叫ぶわけです息子がですね。この時代あままり女性が発言します しない時代でしたから親父ととと息子と言っっていいと思ううんでですすけけどそうだったわけですねしかし何で親父は戦ったのか何で親父は敵地で外国で死んでいったのかその理由は何だったのか親父とはそんなに極悪非道だったのかとまあいうことについての反省はないんですねこれと同じことがえー環境の時代というのに入った1990年代に日本では強く現れますね大量生産は大量消費は悪だと 人類の文化を滅亡させてしまうじゃないかと。石油はあと30年も持たないし、大オキシンは猛毒だし、まあ、地球はその頃、そのうち焼け焦げるんだと。まあいうような話があってですね、親父は何をしてたんだと。親父はそんな簡単なことも分かんなかったのかゴミ箱もない、資源もないのに、こんなに消費を続けたらどうするんだと。まあ、こう非難したんですが、実は <laughs>、あの、 えー、1990年以降の環境の時代でもですね皆さん日本人はテレビを買い冷蔵庫を買いそれも立派なテレビを買い前よりか立派な大きな冷蔵庫を買いですね車のレベルもどん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 高くなり各部屋にクーラーがつくようになるあの大大量量生産大量収集は何も変わってないんですよ <laughs> ただ親父を非難するっていうことだけが残るんですね。 しかし、ここで考えなきゃいけないのは、アメリカ人はやっぱりちょっと偉かったんですよ。僕、アメリカあんまり好きじゃないんですが、ここはアメリカ人が偉くてですね、1990年になると、日本人は親父を非難したんですが、アメリカ人はどう考えたかっていうとですね、えー、っと、食べるものを一応食べられるようになった。暖房とか冷房も良くなった。テレビも見れるし、冷蔵庫、洗濯機もある。したら、人間はこのこの、この後何をするんだろうか。まあ、インターネットも進んできたし、 えー、携帯電話も立ち上がってきたじゃあそれを使おうとするだろうというんで実は1995年前後大体いい1993年から1997年ぐらいの間にですね今我々が非常に多く使っているヤフーグーグルアマゾンといった現在の巨大会社が立ち上がるんですよ実に <laughs> 創業するんですね。ほ,ほぼ年なんですつまり えー、アメリカはそれだけそのきちっと物事を考えたということですね日本人のように前を非難して前の時代を非難して曲がっていくのではなくて前の時代までに獲得したことをどう人類は使っていくかということでした、まあ、今後2020年からの世界もこの二つの考え方のどっちを使うかによって大きく日本人の幸福は変わってくると思います